はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではファイアーエムブレム、実況の続きをやっていこうと思います。前回は、まあ、第6章のね途中までやったので、中断セーブからね、まあ、始めるわけなんですけれども、前回ね動画の最後で中断セーブをして終了しますとか言ってね、そのまま動画を切っちゃったんですけれども、まあ、続きをするということでね、中断セーブからスタートしたいと思います。で、状況はですね、この辺にいたね、盗賊は全員片付けまして、宝箱をね、まあ、取られる心配がなくなったと、まあ、そういった感じですね。で、ナバールでね、このアーマーナイトを攻撃しに行ったんですけれど、間違えてね、鉄の剣で突っ込んじゃったんで、全然ね、ダメージを与えられないという、まあ、ミスをしてしまったわけなんですが、新品ですもんね。で、8食らうんですよね。まあ、一発だけなら耐えられるんですけれど、まあ、必殺食らったらね、当然、やられちゃうわけなんで、まあ、ちょっと怖いですが、まあアーマーキラーでねダメージ与えましょう。できれば2回当ててもらいたいんですが、まあ、ここで食らうのはしょうがない。いてギリギリですね。当ててくれ。よし。ふう。で、残り3、誰でとどめ刺しましょうかね。マルス？マルスのレイピアでいけないですかね。マルスもレベル4ですからね。ちょっとここらで鍛えたいっていうのはあるんですよね。やってみましょうか。ちょっと怖いんですが。鉄じゃちょっときついですからね。レイピアで行ってみましょう。もうちょいでね、レイピアも確か変えたと思うので、お、行けましたね。ここは頑張ってもらいましょう。力、技、運、ヒットポイント。ちょっと微妙ですね。まあ、しょうがないか。じゃあこの勢いでね、こっちのアーマーナイトも倒しに行きましょう。ここはマリックかな。ブリザー。ちょっと命中率が微妙ですが、どうでしょう。もう一発。よし。ふう。あ、これでマリックもレベル2ですね。武器、運、守備。あ、守備上がりましたね。まあ、レベル2ですからね。こんなもんですよね。ヒットポイント減ってる方は、オグマがちょっと減ってますね。オグマが、6減ってますね。じゃあ、とりあえず、ここら辺に行ってもらいましょう。で、レナさんで回復したいんですが、ライブをオグマ。まあ、ほんのちょっとなんですけどね。まあ、ここで回復しておけば安心ですね。で、まあ、無力というかね、全く攻撃をしない、僧侶がいるんで、ここはまあ、シーラさんの出番ですね。まあ、ここは見ててね、全く恐怖がないので安心できるんですが、まあ、次のことを考えないといけないですね。カシム、まあ、カシムも前の方に送りたいので歩ってってもらいましょう。ゴードン全然ね、戦闘に参加できてないですね。じゃあ、
とりあえずジュリアンは宝箱の方に向かってもらいましょう。あ、そっか。ちょっとジェイガンどいてもらって、宝箱回収しちゃいましょう。アーマーキラーですね。アーマーキラーも誰に持たせましょうかね。ナバール、鉄の剣、あと6しかないですね。まずいな。そうですね、誰に持たせましょうかね。アーマーキラー、まあとりあえずそれは後で考えるとして、こっちのアーチャーは、5歩、1、2、3、4、5、トントン、こことここですね。じゃあハーディンは、突っ込んでもらいましょう。多分範囲内に入ればね、動いてくると思うんですが、その手前で待機してれば動いてこないんだと思うんですよね。まあ、とりあえずこの辺で待機。まあ、これで OK かな。うん、ターンを回しましょう。どうなる？あ、動いてこないですね。じゃあ、マルスも、まあ、ついでなんで、ついでというかね。まあ、前線に送んないとしょうがないので、鉄の剣で待機。じゃあシーラさんで、僧侶倒しちゃいましょう。このライブは奪えないですよね、確かね。持ってないですよね。ライブももうちょいで買えるのかな。キルソード、キルソードか。これも誰に持たせるのかっていうのが、まあ問題といえば問題ですね。何をしましょうか。リカードをもう一個の宝箱の方に向かわせまして、オグマは回復したので、前の方に行ってもらいましょう。もうちょい下がっても大丈夫かな。で、ここまで来ても多分大丈夫なはず。まあアーチャーが狙ってきても、まあ、すぐにね後方支援ができるようにこの辺で待機しましょうか。カシムはこの辺かな。で、ゴードンはどこまで行けるのかな。ここまでか。まあじゃあここで待機。あんまりねこう渋滞してるといざという時にね後ろに下がれないんでね、ちょっとこういう配置はあんまりしたくないんですけれども、まあしょうがないですね。あ、そっか、カインがね、もう瀕死なんですが、とりあえずカインはお疲れ様ということで、まあ、瀕死組はね、ちょっとここで仲良く待機してもらいましょう。じゃあこれでターンを回しましょう。アーチャーは動かないですね。あ、盗賊、来ましたね。来ましたが、攻撃はしてこないのかな。もう宝箱ね開いてますからね。じゃあこれもねシーダで攻撃しましょう。鉄でいいかな。2回攻撃食らったところでまあ耐えられると思うんですよね。うん、あ、シーダの方が早い。よしよし。
まあ一応じゃあジュリアン逃がしておきましょうか。まあこの辺まで目いっぱい逃げてもらって、いっぱいまあキルソードとかをね使っていってもいいんですが、いざという時にないっていうのが一番ね困っちゃいますからね。じゃあマルスは渋滞の方に行ってもらいましょう。で、リカードは宝箱をですね、天使の衣、これはヒットポイントがね増えるアイテムなんですが、まあ使うとしたら前線に出るねオグマとか、まあハーディンとかね使いたいんですが、まあ、とりあえずオグマに使いましょうかね、やっぱりね。これで大丈夫なのかな？ちょっとじゃあこっちの方に逃げてもらいましょうか。あんまり意味ないかな？あんまり意味ないですね。もうカインとナバールはね、この戦いというか、このマップでは戦うことがないので。じゃあこれでターン回しましょうと思ったんですが、マチスをちょっと前の方に出しておきましょう。待機、もうちょいマチス早めに出しておけばよかったかな。この盗賊は何をしたいのかな一歩も動かないですからね、完全に死を悟っちゃったんでしょうかね。じゃあ倒していただきましょう。あ、1残っちゃいますね。まあこれで OK かな。まだレベルは上がらないかな。あ、上がりそう。うん、ようやくレベル5。技、武器、素早さ、運、ヒットポイント。いいですね。キルソードをどうするかっていう問題ですね。まあ、預けに行きましょう。マチスと合流ですね。そういえばシーダさんは鉄と銀結構いっぱい持ってますね。どうしましょうかね。これ以上ここで渋滞させててもしょうがないので、まずはリブロをレナに渡しましょう。で、天使の衣を、オグマですね。うん、まあ、とりあえずこんな感じで。どこまで来るんでしたっけ ?1、2、3、4、5。ちょっと突っ込めないですよね。で、この魔導士もね、動いてくると思うんでね。1、2、3、4、5、6。ここは狙われる。じゃあここかな。ここにいたら一発もらう。あ、だったらば直接殴った方が早いですよね。届かない。じゃあ一歩前。そしてもう天使の衣を使っちゃいましょう。これで35。だいぶ増えましたね。ハーディンはいけます？いけますね。アベルは？アベルもいける。ただ魔導士が来る。ここで戦うのはまずい。微妙なポジショニングですね、これは。
ちょこっとずつ前に出ておきましょうか。マルスはまあ戦いには多分参加しないので、まあとりあえずこんなもんかな。ではこれでターン回しましょう。全く動く気配がない。じゃあ預けに行きましょうか。キルソード、まあとりあえず1本は預けておきましょう。じゃあマチス走ってください。まあ、ただ動かないのであればこっちから動くしかないので、まあ攻撃しちゃいましょうか。鉄の剣でどのくらい与えられます ?8、2、8、16、まあ残っちゃいますが OK。で、アベルはここまで来て手やりでやってみましょうか。当たるかな。1本ぐらいは当ててもらいたいんですが当たらなかった。これはちょっと想定外ですね。困ったな。カシムも遠いな。微妙に届かない。当然オグマも届かないですね。まあ、参ったなこれ。どうしようまあしょうがないか。あー届かない。惜しいですね。じゃあオグマをとりあえず前の方に出しといて、まあここで待機かな。で、リカードのアーマーキラー、これを誰に持たせるかっていうのもね、あるんですが、まあ、それはおいおい考えるとして、あ、そっか、シーダーさんは、別に動かす必要はないんですが、真ん中ら辺まで行ってもらいましょう。そうですね、じゃあ、マルスもうちょい前に出しておいて、ここで待機かな。ここだとマリック狙われるのかな。マリックにみんな来たら怖いな。ここで待機しましょうか。多分大丈夫だと思うんですけどね。どう動くかな。あ、オグマに来ましたね。これは何だろう。反撃を食らわないから、オグマに来たのかな。あ、これはちょっと怖いぞ。あぶね。そっか、そういう動きをしますか。どうやって戦いましょうかね。まあ、マリックでこの魔導士をね攻撃したいんですけれど、6食らったんですよね。サブ6、18、仮に必殺が出たとしても大丈夫。これでじゃあ、いや、ここは一気に叩いた方がいいかな。いや、鉄の剣で行きましょう。2回食らっちゃう。あ、大丈夫でしたね。意外にあっさり。ふぅ。とりあえず魔導士は OK。あ、そして平和のテーマ。
そしたらば96、オグマは51。オグマじゃレベル上げられないですね。残り3。うん、じゃあアベルで攻撃しましょう。やっぱり鉄の剣様々ですね。 100% ですからね。よし、これでレベル7、力、武器レベル、素早さ、運、ヒットポイントは上がらない。まあしょうがないといえばしょうがないですね。じゃあこのアーチャーも倒しちゃいましょう。鉄かな。まあこれで程よいダメージを与えてもらって、そして残り7。あ、マリク届かないかもしれない。あ、届いた。これでじゃあブリザーを当てましょう。まあ、これで倒せると思うんですよね。外さなければ。よし。ふう。うん、これでもうほぼね、勝ちは見えましたので、あとは、アイテム整理などなどですね。アーマーキラーどうしましょうかね。実はこの後のマップでね、結構大量にというかね、あのアーマーナイト戦がね控えてるんで、まあ使わない武器は預けちゃった方がいいのかな。じゃあとりあえずシーダーでまた向かってもらいましょうか。まあ預かり所にね、預けてあれば、まあいつでも引き出しはできるので、うん、これで、OK としましょう。で、鉄の剣がね、もうほとんどないんで、ナバール用の武器もね、変えないといけないですね。で、鉄の剣も捨てちゃいましょう。うん。あとは、マチス、キルソードを持っている。じゃ、とりあえず預けに行っちゃいましょうか。これで、うん、預けちゃいましょう。まずは預けまして。あ、違う、鉄の剣を、ナバール用に返してもらって、これでじゃあとりあえずもうやることもないといえばないんですが、僧侶、このリライブって手に入るんでしたっけ。あ、でも持てないのか。じゃあこれでターンを回しましょう。あ、びっくりした。なんかするのかと思ったら、全然大丈夫でしたね。ジュリアン届きます？あ、届いた。よしよし。あ、違うわ。逆だ。あ、どうしよう。あ、そっか。シーダで、僧侶を倒しに行くつもりだったんですが、忘れてましたね。じゃあちょっとね、二度手場三度手場で申し訳ないんですが、ピストン輸送開始ですね。じゃあジュリアン一歩奥で、アーマーキラー預けましょう。で、マチスは前に出ると。
こういうアイテム整理がね、あのスーファミのね、あのファイアーエブンブレムは輸送隊とかっていうね便利なシステムがあるんで楽なんですが、ファミコンはね、ファミコンというかあの初代ファイアーエムブレムはねそういうことができないので、まあ、ちょっとね不便といえば不便なんですが、まあ、このねちょっとした不便さがまあ楽しいというかね面白いんですけどね。じゃあまあボスはねもうこっから動きませんので、あとはマリクで倒しましょう。うわいきなり必殺出ましたね。そして2回目が当たらない。あとはもうこの繰り返しなんでね、普通にターンを回しましょう。あ、リライブ使ってきますよね。使ってきますが、まあその分ね、マリクの経験値も稼げますので。どこまで行けます？ここまでか。待機。まあそのままじゃあジュリアン預かり所の方に行ってもらいましょうか。あ、だったらば、リカードをこの辺まで2人でねリレーしてった方が早いと思うんですよね。ここじゃないし。アーマーキラーを渡します。で、ナバールも近づいてもらいましょう。ヒットポイントどのくらい回復してるのかな。あ、全開全開か。早めにやっぱり僧侶を倒しちゃった方がいいですね。じゃあマルスはまあこの辺にいてもらいましょうか。もうあとはね本当にこれの繰り返しになっちゃいますね。謎の行動、何がしたいんでしょうか。あ、そっか、でもブリザーもったいないといえばもったいないですね。もうちょいでね本当に変えるんですけどね、まあどうしようも。それまではちょっとね温存しといた方が本当はいいんでしょうけどね。まあちまちまね経験値稼ぎますか。 C だと届きます。まあ届かないですよね。惜しい。まあ攻撃を受けない範囲でうろうろしてもらいましょう。でようやくね武器が渡せますね。じゃあ鉄の剣を装備と。で、アーマーキラーを持ってるのがリカード。ということはこんな感じでリレーしていけばいいのかな。あんまり意味ないかなあんまり意味ないですね。ジュリアンは盗賊の鍵持ってますもんね。じゃあこれでターンを回します。謎の行動ですね、アリライブ何がしたいんでしょうかね、さっぱりわかりませんが。じゃあ鉄の剣で敵の僧侶を倒してもらいましょう。4。そっか、玉座っていうか柱にいるから硬いのか。これじゃちょっとキリがないかな。やっぱり僧侶先に倒さないとダメかな。ダメっぽいですよね。そしたらマルスかな。せっかくシーダさんねここまで来たんですけれども、まあ、鉄の剣で行っちゃいましょうか。なんかもったいない気がしますね。
そっかそっか、この僧侶は硬いのか。あ、倒しちゃいましたね。せっかくシーダさん頑張ってくれたんですが、まあしょうがないか。なんかあんまり意味のないことをねしていたような気がしますが、まあしょうがないですね。よしよし、まあちょっとずつね経験値も稼げてますので、まあ OK といえば OK なんですが、いやこれは怖いですよね。あ、そっか、オグマになんか武器をね渡せばよかったですね。まあいいでしょう。とりあえずこれでターンを回さない、忘れてた。ジュリアンが持ってるんですよね。あー届かない。ついでに武器屋でなんか買っておこうかなと思ったんですが、あと21個で鋼系は結構ありますね。あ、もう十分かなこれで。じゃあもう預けに行っちゃいましょう。これで、ターンを回します。で、もう忘れないうちに預けちゃいましょう。預ける。あと21個。意外にねこの預かり所もねすぐパンパンになっちゃうんですよね。でヒットポイントいくつ ?18。 まあじわじわ削ってはいますが、ちょっとブリザーが枯渇してきましたね。これでまた必殺とか出ません？出ませんね。将軍ですからね、守備力14。ちょっと他の仲間じゃね攻撃が通るとは思えないので、マリクで削っていきますよ。あ、このターンでいけるかな。どうでしょう、2回当ててくれれば倒せるはず。もう一発お願いします。これですよ。なんでこの命中率で外しちゃうんでしょうかね、わからない。敵はねあのくらいの命中率だと必ず当ててくるんですけどね。これであといくつです。あと13。やばい、ブリザーがもうない。倒せるかな。当たらないですね。こいつはちょっと困っちゃいますね。かといって今からオグマ向かわせてもね間に合いませんからね。まあ、シーダさんは一発で解けると思うので何にもしないでもらって、まあ地道にね削っていきましょう。当たんないもんは当たんないんでねしょうがないですね。だいぶ回復しちゃったかな、大丈夫かな。あら、頑張ってくれ。残り2。もうちょいです。もうターン回しましょう。別にやり残したことないですよね。宝箱を開けてあって、開けてあって、開けてありますもんね。ブリザー、残り5。このターンでさすがにねいけると思うんですが、よし、ふう、長い戦いでした。60もらえますからね。あ、盗賊の鍵なんて持ってるんですね。
そうですか。盗賊の鍵忘れてましたね。ジュリアンどこにいます？うわ遠い。じゃあジュリアンも向かわせましょう。そうだったのか。じゃあちょっと盗賊の鍵をねジュリアンに持たせたいと思います。面倒ですねこれは。どこまで行けます？この辺までか。じゃあシーダさんで飛んでもらいましょう。ここでまあ玉座にいきなり座っちゃうとねクリアになっちゃうので、ジュリアン突っ走ってください。これで待機かな。待機じゃない、ターンエンドですね。さあシーダさん飛んでください。で、ジュリアンが近づく。ここまでか。あと1ターンぐらいかかっちゃいますね。で、ジュリアンが近づく。で、シーダさんが渡すと。まあ、日本もね、本当にいらないんですけどね。まあ、一応、渡しておきましょう。これで大丈夫かな。まあ、若干、武器不足の感もね、否めないんですが。まあ大丈夫かな。うん、じゃあこれでね、第6章クリアしちゃいましょうか。じゃあ椅子に座りましょう。玉座ハルス王子ですね。よく来てくれました。私はアカネイヤのニーナです。この世界を守るべき我がアカネイヤ王国はドルーアによって滅ぼされ、世界は荒れ果てています。マルス、どうかお願い、私に代わってドルーア打倒の軍を進めてほしいの。ドルーアによって占領された国々を解放してあげてほしいのです。うん、もちろんです、ニーナ様。アリティアは昔からアカネイヤに忠誠を誓っておりました。それにドルーアのメディウスを倒すことはアリティアに生まれた私の定めでもあるのです。わずか16歳ですからね。マルス、ありがとう。マルス、それではあなたにこのエムブレムを託しましょう。このファイヤーエムブレムはアカネイヤ王家の代理として世界を救う者に与える覇者の証。これがあればあなたにも貴重な財宝が入っている宝箱を開けることができます。ファイアーエムブレムは宝箱を開けるためにある？まあ本当は違うんですけどね。まあこの初代ではそういう設定ですね。苦しい戦いですが、この世界が再び光を取り戻す日までどうか頑張ってください。なんかちょっとねこのセリフ軽いんですけどね。まあとりあえずね、これで第6章クリアですね。まあ宝箱も無事に回収できて、まあ、誰も死者が出なかったんでね、まあ、OK としましょう。で、じゃあ今回はセーブをしまして、ここで EA ですね。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。